世界が急ピッチで進める出口戦略、感染拡大を防止する新たな取り組みも広がっているいつもは感染なんてどこ吹く風といった姿勢が目立つトランプ大統領がトランプ大統領州1回で受けていたウイルス検査を今後は1日1回にする実はホワイトハウスで大統領の身の回りの世話をするスタッフに陽性反応が出た2日連続で ウイルス検査を受けた大統領、結果は陰性だったが、副大統領や閣僚たちも毎日検査をすることに、アメリカでは少しでも早く出口にたどり着こうと、感染の実態を捉えようとする動きが続いている。カリフォルニア州ロサンゼルスでは、自覚症状が全くなくても、希望する住民全員が PCR 検査を受けられる。今回は記者も検査を受けられることになった。検査場は 広い駐車場、予約の有無や身分証をチェックされた後に検査キットが渡される検査方法は至ってユニークシンプルまずは一瞬ドキリとする咳だがこれは係員からわざとするようにと指示されて出したもの肺の中の分泌物を出させ検出しやすくするため咳をした後、 キットのの綿棒で、今度は口の中を入念に拭うその綿棒を付属の容器の中に入れ袋に戻し袋を出口にあるドラム缶の入れ物に入れて終了渡された検査キットを自分で使うシステムのため係員との接触も最小限に抑えられるしかも唾液などを拭い取る簡単なもので痛みもない結果はメールで通知される記者の結果は「 陰性だった希望者全員に対する大規模な検査で感染の実態を一刻も早くつかみたいアメリカ背景にあるのは切迫する経済アパレル大手 J. クルーの破綻が伝えられたばかりだが今度は100年以上の歴史を誇るアメリカを代表する高級百貨店ニーマンマーカスが連邦破産法の適用を申請ネット通販に押されていたところに感染拡大で営業停止 破綻に追い込まれたコロナ危機がもたらしたさまざまな打撃と変化。今週から規制が一部緩和され、経済活動が再開し始めたタイでは、1日6万人余りが利用するバンコク市民の足の水上バスでは、密接して座れないよう、座席にかけるのマーク、電車内にも1席置きにかける、飲食店でも向かい合うのはかける、さらに手作りのフェイスシールドで感染対策、国を挙げて、 感染対策を徹底している一方、新たな感染者数が連日一桁台にとどまる感染対策の優等生台湾では